皆さんこんにちは、田中ひなです。今日はですね、洋服の購入品を紹介していくんですけども、年が明けて初売りとして洋服を購入していたんですけども、またプラスで洋服を何点か購入したので、その購入品たちを紹介していこうかなと思います。よかったら最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。それではスタート。まずですね、こちらのブランドです。はい、ここのね、エミのブランドで購入しました。で、ここで買ったのがこちらです。マフラーを購入しました。こういうね、ブラウンの、なんて言うんだろう、ちょっとかなりこうしっかりとした生地のマフラーなんですけども、これがね、年が明ける前、年末にこのマフラーを見てすっごい可愛いなと思っていたんですけど、お値段がね、12,000円そのぐらいしていたんですよ。で、マフラーでそのお値段ちょっと高いなって思ってて、年が明けてね、ここのお店に行ったら7,200円、半額まではいかないんですけど、割とお買い得になっていたので、今回これを買いました。色が本当にね、好みの色で、これはね、すごく本当にもう買えてよかったなって思ってます。今タートル着ちゃってるからあれなんですけど、もごもご、すごいタートル着てるから分かりづらいかな、すごいもごもごしちゃってるんですけど、まあ、こんな感じです。なんかこのね、感じがいいなって思ってこれを、はい、買いました。もう一個ここのブランドでね、購入したんですけど、こちらアクセサリー買いました。これがですね、元のお値段が5500円だったんですけど、セールで3850円になっていました。これもね、ずっと年明け前ですかね、年末に見てて可愛いなって思って狙っていたんですよ。それが安くなってたので買いました。すごくね、形が変わってるんですけども、つけてみようかな、こんな感じ、うん、めっちゃ可愛い。やっぱりいいですね、この今着てるニットとかにもすごく合うなって感じです。髪の毛をこう切ってから、なんだろう、大きめのピアスがすごくつけたくなっちゃって、いろいろ見てたんですけど、こういうシンプルな華奢な感じ、大きめだけど華奢な感じのものをずっと探していたんですよ。そしたらね、ここのブランドで見つけていて、綺麗め系にもなるし、こうカジュアル系にもね、なるので、すごいいいなって思いました。ではですね、続いてのブランドなんですけども、こちらです。フリークスストアです。あのね、初売りの時にもフリークスストアでね、今着てるこのニットを買ったんですけど、他の店舗に行った時にちょっとまたいいものを見つけてしまったので購入しました。こちらです。黒のデニムパンツ買いました。カジュアルな感じで、大きめのストレートタイプのハイウエストのデニムになってます。これも11,000円が 30% オフですね、になってました。サイズが、これは S サイズです。XS が欲しかったんですよ。でもこの黒がなくって、まあ別にすごい大きいわけでもなかったので、これにしました。形はね、本当にこうビッグサイズな感じにはなるんですけど、まあちょっと細めのタートルのトップスを中に着たりだとかしたりするとね、すごいこう上は締まってるけど下はこうダボっとした感じの、そういうシルエットがすごく可愛いのかなっていう風に思います。結構こうダボっとした感じではあるんですけど、後ろのね、お尻のラインとかも結構スッキリとした感じに見えるので、これはね、妹と買い物に行っていたんですけど、2人で可愛いねっていう感じでなったので、今回これをね、買いました。はい、続いてがですね、ユニクロなんですけども、タートルを買いました。シャイニーリブハイネックセーターですね。元が1990円だったんですけど、1200いくらかだったかな、ぐらいでなっていたので買いました。あのね、これリブのね、トップスではあるんですけど、こういう、わかるかな、細かいラメがこう施されていて、首がですね、がっつりタートルっていう感じじゃないんですよ。多分首の中間ぐらいのトップスになってて、それがいいなって思いました。で、これもう一個ね、色買ったんですけど、白ですね。これもね、可愛いなって思いました。ラメ感が超可愛い。で、サイズは両方とも M サイズにしました。リブのこういうトップスはね、あんまりピタッて着ると体のラインがすごい出ちゃうかなって思うので、私はこういうのは1個ワンサイズ大きめにしてます。前に普通のユニクロのね、リブのトップスを購入してて、それもすっごく使えてるんですけど、今回このラメの感じがめちゃくちゃ可愛いなと思って、お値段も安くなってたので2つ買いました。これはね、妹と兼用で着る感じで買ったんですけども、本当にすごく使えそうだなって思います。うん、
なんかシンプルな感じの、なんだろう、無地のものが多いイメージだったのに、このねラメ感がめちゃくちゃおしゃれだなって思いましたね。このトップスはもうさっき の黒のねフリックスストアで買ったデニムなんかと合わせたりすると絶対可愛いなって思います。はい、こんな感じで、こうそんなにたくさんではないんですけども、ここ最近セールで購入したお洋服たちを紹介してみました。1週間コーデもまた近々あげようと思っていますので、前回買った初売りの洋服とまた今回買った洋服合わせて、またそのコーディネート等は紹介していこうかなっていうふうに思っています。はい、最後まで動画を見ていただきありがとうございました。もしよかったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。